シブキッチンです。今日はですね、以前出させていただいた動画でキャラメルバナナケーキのバナナタタンっていう動画があるんですけども、非常にありがたいことにいろんな方に見てもらえてる動画なんですけども、今日はそちらをベースにバレンタインに向けたキャラメルチョコバナナケーキのチョコバナナタタン、こちらを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。それでは材料紹介をまずはしていきたいと思います。まずはバナナケーキなのでバナナですね。バナナは使う際はもっとこうかなり熟れたものを使うのがより美味しく作るコツですね。それとこちらがバターと、でこっちもバターなんですけど、これは型に塗る分量外のバターですね。こちらはチョコレート、今日はビターチョコレートを使っていきます。それと薄力粉と卵で、これがカラメルソース用のグラニュー糖と、こっちが生地に使うグラニュー糖ですね。それとお好みでこういった何かお好きな、これはラムなんですけど、リキュールとかあるとより美味しく作れるかなと思います。以上の材料を使って今日はキャラメルチョコバナナケーキのキャラメルチョコバナナタタン、こちらを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずは型に先ほどのこの分量外のバターですね、こちらを全面に塗っていきます。塗ってあげることによって最後に型から外しやすくなるので、必ず塗るようにしてください。テフロン加工されている型なんかは、まあ、塗らなくても大丈夫かなとは思います。はい、そしたらフライパンまたは鍋用意していただいて、そこにグラニュー糖ですね、入れていきます。それと大さじ1の水ですね、こちら加えていただいて、火をつけてカラメルソースを作っていきたいと思います。この時に手元に仕上げに大さじ1ほど加える焦げ止めの水ですね、こちらは用意しておいてください。粗めの泡が出てきた後にだんだんこれ落ち着いて、この泡が小さくなっていくんですけども、そうすると色づき始めて、若干色づいてきたの分かりますかね、色づいてくるので、こうなってきたらすごい早いので、もう目は離さずフライパンの前でずっと見てあげるようにしてください。でこの時に火加減がちょっと分かりにくい方はこう火から外していただいても大丈夫です。もうフライパンが十分温まってるんで、どんどん焦げていくので、火から外したり火を弱めながら作っていきます。はい、しっかりこのぐらいですねの色がついてきたら、ここに水を加えます。火は止めてあげて水を加えるようにしていきます。それとこういった氷水などを用意していただいて、そこにフライパンを当てて冷やしてしまっても大丈夫ですね。はい、十分に冷やせたらこちらの型にカラメルソースを流していきます。そしたら型全体にカラメルソースを伸ばしてあげて、続いてバナナですね、バナナを皮を剥いて縦半分に切っていきます。そしたらこのカットしたバナナを型に敷き詰めていくんですけど、このカット面を下にするようにして、なるべく隙間がないようにバナナを敷き詰めていきます。でこういう隙間がどうしてもできちゃうと思うんですけども、そういうところはバナナをこうカットしていただいて、なるべく隙間を作らないように埋めていきます。はい、こういった感じですね。もう割とびっちりな感じで、隙間ないようにバナナを敷き詰められたら、次にこの上にかぶせていく生地、こちらを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずはバター、こちらはレンジにかけて溶かしバターにしておきます。はい、続いてフライパンなどに水を張って火をつけていただいて、そこにチョコレートですね加えて湯煎にかけて溶かしていきたいと思います。しっかりとチョコレートが湯煎にかけて溶かせたら、そしたらボウルに卵を割って、そしたらハンドミキサーで泡立てていきます。この時にグラニュー糖を3回ぐらいに分けて加えていきます。生地の方はこうすくって
こう垂らしていただいた時にスーッとこう馴染んでいく感じですね。これぐらいまで泡立てられたら、今度はそこに先ほど溶かしたチョコレートですね、こちらを加えていきます。そしたら下からこうすくうようにしっかりと混ぜていきましょう。はい、チョコレートがしっかりと混ぜ合わさったら、今度はそこに溶かしバターですね、こちらを加えていきます。そしたらまたしっかりとバターが全体になじむように混ぜていただいて、バターもなじんだらザルを用意していただいて、粉をふるいながら加えていきます。粉はダマになりやすいので必ずザルなどでふるってから入れるようにしてください。はい、粉がふるえたらしっかり再び混ぜていただいて、しっかりと粉が混ぜ合わさったら、ここでオーブンを170度に予熱しておきましょう。はい、そしたら先ほどのこのバナナを敷き詰めた型ですね、こちらに生地を流していきます。生地を流せたら、叩いたり下からこう叩いたりやったりして、なるべく平らにならしていきます。こういった感じで生地をしっかりとならせたら、オーブンに入れて焼いていきたいと思います。はい、それではオーブンに入れて焼いていきます。はい、30分ほど入れたので様子を見ていきたいと思います。生地の真ん中に串など刺していただいて、生地がついてこなければ焼き上がってますね。オーブンから取り出していきたいと思います。はい、焼き上がりはこんな感じですね。そしたらこの状態で粗熱をしっかり取って、冷蔵庫で冷やして落ち着かせていきたいと思います。そしたらしっかりと一晩ほど冷やしたので、型から抜いてカットしていきたいと思います。はい、こういった仕上がりですね。めちゃくちゃ美味しそうですね。それではカットしてお皿に盛り付けていきたいと思います。ではいただきます。で、前回は普通のバナナタタンキャラメルバナナケーキだったんですけど、今回はチョコレート入れたちょっとバレンタイン仕様な感じですね。ではいただきます。うん、おいしい。チョコレートを加えた分ちょっとしっとりな感じが増してますね。いや、もうこのキャラメルバナナとめちゃめちゃ相性いいです。うん、うまっ。いいですね。この最初のキャラメルソースを作るところさえ気をつけていただければ、どなたでも美味しくこのキャラメルチョコバナナケーキ作れますので、ぜひ皆さん作ってみてください。めちゃくちゃチョコレートの感じが濃厚で美味しくておすすめです。